アベディペレはガーナの元サッカー選手。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。元ガーナ代表。フランス国内での活躍が認められ、1987年に大富豪、ベルナール・タピがオーナーを務める強豪オリンピック、マルセイユに加入する。しばらくは選手層の厚さのためレンタル遺跡に出される日々が続いたが、1990から91。 シーズン途中に、ベルギー人のレーモン・ゲタルスが監督に就任すると、レギュラーに定着、重宝され、ジャンピエール・パパン、クリス・ワドルトで、魅惑のトライアングルを形成、UEFA チャンピオンズカップにおいて、準々決勝で当時最強と言われた AC ・ミランに、競り勝ち、準決勝の FC ・スパルタク・モスクワ戦では、ファーストレグ、セカンドレグで共に1ゴールを挙げて、チームを決勝に導いた。 1992から93シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではコーナーキックでバジール・ボリの決勝ゴールをアシスト AC ミランを1から0で破り優勝を果たしたこれらの活躍で1991年から3年連続でアフリカ年間最優秀選手を受賞した1992年の FIFA 年間 MVP 投票でヨーロッパ人以外で 最高の9位体を記録した。1994から95シーズンからはトリノでプレー同シーズンは10ゴールを決めた。またガーナ代表では1981年に初選出されて、以来1998年に代表から引退するまで73試合に出場し33得点の記録を上げた。しかしフィーファワールドカップ本大会出場はついに、 成し遂げることはできなかった。二千四年に、f i f a 百0に選出。トーノイス・フィファ・ジュヤーズ・アントリンア、アベジ・ペイレイ・ ABCD、サッカー世界遺産、トリデンテの魔法を使ったマルセイユ、連載第十三回。ソカーマガジーン、https コロンスラッシュスラッシュ soccrmagazine.jp e スラッシュカラット。千七百三十六万千六十七 p に2 0 2 0年11月20日閲覧 .ab, アベジペレマルセイユ、トラファーマークット、https, www.tra ファーマークット .com、アベジ、ペレ、ライスタンスタテンディテイルズ、スピーラー、6657、プラス、例、ゼゾンイコール&、ファインイコール 244&、リーガーイコール&、ウェトビワーブイコール&、 コスイコールトレーナー、ID イコール2020年11月20日閲覧アベジペレトリノ、トラファーマークット、https、www.tra ファーマークット .com、アベジ、ペレ、ライスタンスタテンディテイルズ、スピーラー、6657、プラス、レゼゾンイコール&、ファインイコール 416&、リーガーイコール&、ウェトビワーブイコール&、 ポスイコールトレーナー、ID イコール2020年11月20日閲覧。ありがとうございます。